多田光る、多田光る、多田光る。1983年1月19日隊は、アメリカ合衆国ニューヨーク出身の女性シンガーソングライター、ミュージシャン、音楽プロデューサー。所属芸能事務所は、U3 Music。所属レーベルは、ソニーミュージックレーベルズ内のエピックレコードジャパン。ロンドン在住。ヒッキー、ヒッキーという愛称がある。 1983年、歌だてるザネ、藤稽子夫妻の娘として、アメリカのニューヨークで誕生。1998年12月9日、東芝 EMI、現、ユニバーサルミュージックよりデビュー。親譲りの才能で国民の注目を浴び、ファーストアルバム、ファーストラブは、累計売上枚数765万枚を超え、オリコン調べ、 日本国内の歴代アルバムセールス一位になっているほか、セカンドアルバムディスタンスでは、初週売上枚数が歴代一位となる三百万枚、オリコン調べを記録している。また、二千七年発表のフレーバーオブライフは、当時のデジタルシングルのセールスにおいて、境一位を記録した。日本ゴールドディスク大賞、アーティストオブザイヤーを二度、CD ショップ大賞などを受賞している他、 ファーストラブ、ディスタンス、ディープライバー、多田光るシングルコレクションバル、1の4作品が、オリコン年間アルバムチャート1位になっている。2010年に人間活動として、翌年以降の活動休止を発表、2016年にアーティスト活動を再開した。百八十三年一月十九日、アメリカ合衆国のニューヨークにおいて、父、歌田テルザネと母、 藤士子のもとに、日系アメリカ人として生まれる。当時のマスコミに母親に抱えられている生後5ヶ月時の姿が撮られている。本名の表記は、多田光。東芝 EMI からデビューする際に、漢字だと何か硬い漢字がするという意見が出たため、漢字表記と同じ画数の、光にしたという。画数にこだわったのは、良い画数の名前であると言われていることによる。なお、 母親は当初名前の候補に、イチゴやメロン、スイカを考えていたという。歌だけの祖先は、山口県にあり、父親が子供の頃に家系図を見せられて由緒ある家の後継ぎであることを説明されたという。郷土資料によると、山口県山口市徳寺島地、旧沢郡徳寺町島地にただという、王将屋があり、たくさんの土地を持っていたとの記述が残っている。 本人のツイートによると、予定を三週間以上も過ぎた後もなかなか生まれなかったため、医師の判断で帝王切開したものの、ほぼ死産の状態だったとのこと。この時父親は、医師から、残念ですが、と告げられるも、懸命に名前を呼ぶと、徐々に血の気が入り蘇生したという。ブログやツイッターにおいて、自身の好きなものや興味を持っているものなどを随時、書き込んでいる。 中でもテトリスの腕前について広く知られており2006年にはニンテンドーのクラブニンテンドー会員定員イベント宇多田,田ヒカルとテトリス対戦が開催され一般ユーザーやニンテンドー開発チームとテトリス DS の1対1対戦を行ったちなみにテトリス DS でカウンターストップとなる999999 99 99 99点を達成している 2006年の23歳の誕生日に大きなテディベアをプレゼントされ、依頼代のクマ好きであることを公言。ちなみに、そのテディベアにはクマちゃんという名前がついており、宇多田が自ら命名。僕はクマのモデルになった。身長に関しては、ある時に病院で正確に測ったところ、158.9センチメートルであることが判明。今まで158センチメートル。 15歳当時の記録であると公言してきたことから2017年3月に出演したラジオ番組内で各所プロフィールの更新を求めた2010年に活動休止を発表したことについて休養中の行動を人間活動と表現したのは思っていることを長く書こうとしても伝わらないことが多くて短い言葉を使おうと思った自分の力で生きたい いろいろと知らないことがあるまま生活しているので、一人でも生きられるようになりたい。得意なことばっかりやっても成長がないと思って、もし私と同じく自分の中の苦手なこと、避けようとしている部分に向き合っていきたいと考えている。人がいるなら一緒に頑張りましょう。と発言しているほか、有名人、見られる側になってからの十数年、どんどん自分が見えなくなっていってた。 全然自分のこと理解できてなかったし、周りの人たちのことも知ろうとしてなかった。苦しい、寂しい生き方をしてました。まだ若いうちに気づけてよかったです。みんなに感謝とツイートしている。2003年に、木、里谷和明と結婚し、2007年に離婚を発表。2014年2月に、イタリア人男性と再婚し、2015年7月に、 第一子となる男児を出産したことを報告したが、2018年4月に離婚していたことが明らかになった公式発表ではない。作詞、作曲、編曲を手掛け、自らプログラミングも行っている。2016年、現在も Apple Logic Pro を使用。絶対音感を持っていると巷で言われたことがあるが、本人がこれを否定している。曲作りに関しては、 曲先であり、桜流し配信開始時には、基本、コードメロディー歌詞という流れ。アレンジャーも私です。とツイートしている。母親の藤恵子は、演歌の陰鬱や、悲しさに影響されないように心がけていたとしている。デビュー当初から歌田光を担当している、三宅明は、デビュー10周年の際に受けたインタビューで彼女変化についてコメントしており、ファーストラブから、 ウルトラブルーまでのアルバム4枚は誰に向けて書いたのか、具体的に見える曲が多かったが、ハートステーションは顔の見えない不特定多に向いていると述べている。さらに、10代は内面に向かいがちだったのが、20代半ばになり、社会と自分というものを結びつけることができるようになったのかなと思うとも評している。フレディ・マーキュリー、黒刀ツイーンズ、ナイン、インチネルズ、ジミ・ヘンドリックス、 プリンス、エディット・ピアフ、チック・コリア、ブルーナイル、ビョーク、デニー・クラビッツ、ベラバル・トーク、ボルフガング・アマデウス・モーツァルト、ジェフ・バックリー、オザ崎・ユタカ、ミソラ・ヒバリオをお気に入りのアーティストとして挙げており、アリーヤやメアリー・ジェイ・ブライジなどの R&B アーティストからも影響を受けたという。MacBook Pro、15インチ、2017とロジック・プロ X を使って、 曲作りを行っている。マイクルフォンは、ニューマン TLM67、ニューマン TLM102、オーディオインターフェースは、ウビフィスプロ、ミディキーボードは、M、オーディオキーション 61S、モニターヘッドフォンはソニー MDR-7506、マイクスタンドは、クイックロック、スタジオモニターは、フォーカル CMS50、スピーカースタンドは、アイソクスティックスを使用している。 14歳で作詞作曲を始めているが、編曲に関して当初は外部に任せていた。アルバム制作を重ねるにつれ、アレンジからプログラミングに至るまで全ての音を統括するようになった。まず、セカンドアルバムディスタンス収録のディスタンス及び8枚目のシングルファイナルディスタンスから編曲においても大きく関わるようになり、4年発表の誰かの願いが叶う頃以降は、 ほぼすべての楽曲の編曲を単独で行うようになる。彼女の楽曲においては、バックコーラスの声も多重録音によりすべて本人が歌っている。歌詞のインスピレーションは毎日の生活から得る。日本では抽象的なことを歌詞にする書き手が多いが、歌田自身はビジュアルコンセプトから入るので映画のシナリオを書くように、言葉にした系はすべて映像として見ることができると語っている。 作曲では、まず、パソコンソフトや、シンセサイザーなどで流したサウンドに合わせて、コードをつけ、それにメロディーを乗せる。歌詞を作るのはそれらの作業が終わった後。1990年に、藤士子、RAU、歌田ペルザネ、スキング U、歌田ヒカル、ヒカソ U の家族3人ユニット、U を結成。1993年9月17日に、当時10歳の、 宇多田ヒカルもボーカルとして参加し、ニューセンチュリーレコードの前身である、センチュリーレコードから言うとして、ロック曲を収録したスタジオアルバム、スターを発売して、日本デビューしている。1995年になると、宇多田ヒカルが父親の代わりに、ボーカルとなり、キュービック有名義として、インディーズのレコードレーベルから作品を、ヨーロッパやアメリカ合衆国で発売し、翌年にかけて、 合計3枚のレコードと1枚のマキシシングルを発表。日本では1996年9月26日には日本クラウンから富士稽古 With Cubic You としてシングル冷たい月泣かないでを発売している。1997年1月アメリカで Cubic You としてシングルクローズツーユー、遥かなる影のカバーついでアルバムプレシャスを発売。同年秋。 東京のスタジオでレコーディングしていたところ、隣のスタジオにいたディレクターの三宅明の目に留まり、日本語でやってみないという誘いにより、日本デビューが決まった。なお、キュービック u の日本版として1998年1月16日に、シングル、1月28日にアルバムを発売している。他、NHKBS2 の、新、真夜中の王国でテレビ初出演している。 1998年10月、FM ラジオレギュラー番組、筆記、S スイートサワーと、ウォーニング筆記アタックが放送開始、いずれも1999年3月、放送終了。12月9日、多田光として、ファーストシングル、オートマ、タイムウィルテル発売。当時は8センチメートルシングルから12センチメートルシングルへと移行し始めた、過渡期にあったため、 8cm 版と 12cm 版の2形態で発売したレフネームイコール 90s チョベリー14レフ。また、当時のオリコンチャートも 8cm 版と 12cm 版を個別に集計していたため、12cm 版が12位、8cm 版が20位であった。 ところが、ラジオ放送局へのプロモーションがを奏して、日本国内各地の FM ラジオ局がヘビーローテーションしたことや、外資系、CD ショップがプッユしたこと、作詞作曲を手掛ける15歳の帰国子女が、藤恵子の娘であることが、マスメディアに、大々的に取り上げられたことなどによって柴田く、間に人気を得て、社会現象と化した、レフネームイコール 90S チョベリー。 二、四、レフレフネームイコール 90S チョベリー。三、四、レフ。ファーストシングルは1999年2月8日付のオリコンチャートで売り上げ枚数100万枚を突破してミオンセラーとなった。その後、8cm 版、12cm 版を合わせた売り上げ枚数は200万枚を突破した。百九十九年二月十七日にセカンドシングル、 ムービン、オン・ウィズ・アウト・ユーを発売し、3月1日付、オリコンチャートにおいて 12cm 版が、初の1位となった。1999年3月10日、ファーストアルバム、ファースト・ラブを発売。初週売上枚数は200万枚を突破し、その後も数十万単位で売れ続けて、日本国内の歴代アルバムチャート1位となる。売上枚数は、 日本国内のみでおよそ765万枚。日本国外も含めるとおよそ990万枚と言われている。4月28日にはアルバムからタイトル曲、ファーストラブをリカットした。ここまで本人のメディア出演は学業と両立させていくためラジオや雑誌に限られていたが、6月18日のミュージックステーションを皮切りに、へーへーへーミュージックチャンプ。 スマップスマップなどのテレビ番組に出演し、いずれも番組最高視聴率を記録した。11月10日に、ジャムルイス、ジャムルイスプロデュースによるホースシングル、アディクテッド 2U を発売。オリコンシングルチャートの発収売上枚数106.8万枚は、当時歴代2位の記録であった。2000年、 NHK 放送文化研究所が実施した好きなタレント調査において調査開始以来初のケースとなる県外からの一気に1位女性タレント部門を獲得した第72回選抜高等学校野球大会入場更新曲にファーストラブが使用されたフィフスシングルウェイトシーリスクシックスシングルホーユータイムリミットを発表タイムリミットタクロ グレートの共作。7月から8月にかけて、初の全国ツアー、ボヘミアン・サマー、歌が光るサーキットライブ2000を開催。9月には、コロンビア大学へ入学した。2001年、セブンスシングル、Can You Keep?A Secret を発表し、主題歌となったドラマ、ヒーローに亀を出演した。3月28日に発売した、セカンドアルバム、ディスタンスは、 浜崎あゆみのベストアルバム A ベストと同日発売であったことから大きな話題を呼んだ。初週売り上げ枚数はオリコンアルバムチャート歴代1位となる300万枚を記録した。7月25日にはアルバムディスタンスの表題曲をアレンジしたエースシングルファイナルディスタンスを発売。映画ラッシュアワーにラッシュアワーにサウンドトラックに 光る歌でフィーチャリングフォクシーブラウン名義でブローマイホイッスルを提供。MTV ジャパン初制作となる MTV アンプラグドに出演した。手塚治虫シネマで配信されたインターネットアニメブラックジャックにおいてピノコ役に起用された。アメリカのニュース雑誌タイムアメリカ版の2001年9月15日特別増刊号ミュージックゴーズグローバルで流通のボノ、ボーノ、病ク。 BJRK ラと共に表紙を飾り、アジア版12月17日号では単独で表紙を飾った。11月28日には、ナインスシングル、トラベリングとライブ DVD、ただ光るアンプラグドを同時発売した。2002年1月31日、世界経済フォーラムのオープニングセレモニーで、クインシー・ジョーンズ、クインシー・ジョーンズとフィル・ラモーン。 フィル・ラモネ式のもとライブパフォーマンスをろし、2月18日には、総理大臣官邸で開かれたジョージ・ W ・ブッシュ、ジョージ・ウォーカー・ビュッシュ大統領、当時来日を歓迎するレセプションに招待された。また、アメリカのレコードレーベルである、アイランド・デ・フ・ジャム・ミュージック・グループ、ザ・アイランド・デ・フ・ジャム・ミュージック・グループと、専属契約を結んだことを発表、同時に2001年から、 コロンビア大学を休学していることが明かされた。3月20日にテンスシングル、光を発売。イレブンスシングル、サクラドロップス、レターズ発売直前に、シングルとサードアルバムのロモーション活動中止を発表。理由は4月に行った、卵巣腫瘍、両性摘質手術後の治療による副作用が予想以上にあったことである。なお、シングル及びアルバム、ディープリバーは、 予定通り発売した。アルバムは、初週売上枚数235万枚、プラネットは189万枚を記録して、トリプルミリオンを達成し、オリコン年間アルバムチャート1位を獲得した。9月6日には、ミュージックビデオや、ディスクジャケットを共に制作してきた、木・里谷和明との結婚を発表した。自身20歳の誕生日となる2003年1月19日に、 ライブストリーミング、20代はイケイケ、を開催。トークとミニライブが行われ、当日にはおよそ100万件のアクセスを記録し、DVD 化した。1月29日には、12th シングル、Colors を発売。3月26日発売の、クズアルバムにはコーラスで参加した。3月29日発売のコスミックデブリ、コスミックデブリによる絵本、ミ i d ザストレ t r エミリー・ザ・ストレンジでは、翻訳を担当している。2004年、日本武道館5日間公演となるライブ、歌田光るイン武道館2004、光の5を開催。3月24日に発売された、小崎豊のトリビュートアルバム、ブルー、A ・エトリビュート2豊小崎では、I love you をカバーした。3月31日に、歌田光るシングルコレクションバル1を発売。 4月21日には映画、キャシャーン主題歌となった13トンシングル、誰かの願いが叶う頃を発売して、日本国内の活動に一区切りをつけた。歌だとして、全米デビュー前に、アテネオリンピックのオフィシャルアルバム、ユニティに参加。ティンバランドカイリー・ディーン歌だ。ティンバランドカイリー・ディーン歌だとして、バイヤーサイドを提供した。ティンバランドや、 ジョン・セオドア、ジョン・ティードー、当時のマーズ・ボルタメンバーが、プロディース参加した全米デビューアルバム、エキソドス、エクソダスは9月8日に、日本版が先行発売し、オリコンチャート初登場1位を獲得して、ミリオンセラーにもなった。アメリカ版は10月5日に発売した。2005年、日本国内の活動再開となる、14th シングル、 B.E. My Last を9月28日に発売し、15トン H シングル、ファッションを12月14日に発売した。また、ライブとトークを期間限定で、ネット配信した。2006年、ンスシングル、キープとラインを発売。6月14日には、ホースアルバム、ウルトラブルーを発売し、7月から9月にかけて、全国ツアー、歌田ユナイティッド2006を開催。 期間限定のブログも解説した。ウルトラブルーは、オリコンチャート初登場1位を獲得、ファーストアルバムから5作連続で、初動セールスが50万枚を突破した。また、台湾の J ポップチャートでも、初となるアルバム5作連続1位になっている。11月22日には NHK、みんなの歌10月から11月の歌に使用された、僕は、熊をシングル発売し、 コンポネットとコラボレーションしたチャリティー企画、僕はマ、オリジナル T シャツコンテストを開催し、グランプリに輝いた T シャツを商品化。すべての T シャツ収益は、世界の子供にワクチンを、日本委員会に寄付された。2007年、ドラマ、花より、男子に、リターンズイメージソングを収録した、1 8ンスシングル、フレーバーオブライフを発売。 オリコンチャートは3週連続1位となったほか、音楽配信では当時の方角新記録を樹立し、9月までには当時のデジタルシングル世界一のセールスになった。一方、私生活では、木・里谷和明との離婚を発表している。ナイシングル、Beautiful World, Kiss and Cry は、映画、テーマソングとディスイズラブに続き起用された、日清食品カップヌードル、 フリーダムプロジェクト CM ソングを収録。また、ニーヨ、ネネオが、歌だをフィーチャーした、デジタルシングル、ドゥ、ユ Featuring 歌だが11月21日から、配信開始。12月9日のデビュー記念日を迎えるにあたり、デビュー曲、オートマの着歌を4日間限定で、無料配信し、50万ダウンロードを記録した。2008年2月20日には、トゥエンティースシングル、 ハートステーション、スティゴールドを発売、全国の FM ラジオ局とのコラボレーション企画を行った。3月には、無料ダウンロード企画第2弾となる、ファーストラブの着歌を4日間限定で無料配信し、前回を上回る70万ダウンロードを記録した。フィフスアルバム、ハートステーションは3月19日に発売となり、6作連続となる、オリコンアルバムチャート1位となり、 ミリオンセラーになった。5月21日にはアルバムから、ドラマ、ラストフレンズ主題歌の、プリズナオブラブをリカットした。10月20日からは、ドラマ、イノセントラブ主題歌になった、セカンドアルバム、ディスタンス、オサムのイターナリーを新たにミキシングした、イターナリー、ドラマミックスマイナスの着歌、RBT を配信開始した、着歌フル PC 配信は10月31日から、 配信開始。2009年、歌だ名義でマイスピースにオフィシャルページを開設。スターゲート、ストルゲートがプロデュースし、トリッキー・スチュワート、トリッキー・スチュワートも参加した、アルバム、ディーズ・ザ・ワン、ディス・イズ・ザ・ワンは3月14日に日本先行発売した。3月19日には、初のオフィシャルブック、10、10マイナス、1000、1000 10マイナスを発売。 これを記念して、かつての FM レギュラー番組、宇多田光のドレビアン・ボヘミアンがスペシャル番組として復活した。3月24日に全米配信した This is the one, ISIS the one は日本人アーティストとしては最高位となる、総合アルバムチャート19位、ポップアルバムチャート2位を記録し、5月12日の CD 発売後はビルボード200において、 日本人アーティストして23年ぶりにチャート100位以内にランクインした。ところがアメリカでのプロモーション活動は返答周囲炎の再発により中止となる。6月27日には映画公開に合わせてビューティフルワールドをリミックスしたビューティフルワールドプラナタビーアクステガミックスマイナスを配信開始した。2009年春には マイスプイス主催によるウッタダカラオケコンテストを日米で開催。日米双方から優勝を選出し、都内でウッタダと優勝者によるカラオケパーティーが開催された。2010年1月から2月にかけては、初の北米ツアー、ウッタダインザフレッシュ2010ツアーを開催し、ロンドン公演含む全10公演を行った。2010年8月9日、 来年以降のアーティスト活動を止めて人間活動に専念することを告げ同時に秋から冬にかけてシングルコレクションボリューム2や新曲を発売することも発表した9月28日にはツイッター公式アカウントを開設し当初は期間限定の予定であった CM 出演やライブ開催を発表したところが11月24日の多田光シングルコレクションバル に発売日にアイランドでフジャムが、歌が名義のベストアルバム、歌だザベストを発売することが発覚し、本人の意向とは異なるアルバム発売に不快感をあらわにした。そのため、今後の日本国外の活動においても EMI Music と契約し、アーティスト名を歌田光に統一することを発表した。12月8日9日に横浜アリーナで開催したライブワイルドライフでは、 8日の公演を日本国内の映画館で生中継し、ユーストリームで世界配信した。東日本大震災の被災者のために義援金を送り、自ら献血を行ったことを公表。2012年11月17日には映画公開に合わせてテーマソング桜流しを配信開始し、DVD シングルを12月26日に発売した。 2013年4月からは月1回のラジオレギュラー番組クマパワーアワーウィズ・ウタダ・ヒカルの放送がスタート2014年3月終了。2013年12月9日のデビュー日には歌田歌田タダ・ヒイン・ザ・フレッシュ2010と過去のライブ作品を iTunes で配信開始。2014年3月10日はファーストアルバムファーストラブ発売から15年を記念し、 15トン H アニバーサリーエディションを制作、ハイレゾリューションオーディオも配信開始した。人間活動中の2013年には母親、藤稽子の死もあったが、翌2014年にイタリア人男性と再婚、2018年に離婚が判明、2015年には第一子となる男児を出産した。2016年 NHK 連続テレビ小説。 人と姉ちゃん主題歌を担当することが決定。また、ニュース番組、ニュースゼロエンディングテーマも担当することを発表すると、同時に、初披露となる4月4日からアーティスト活動を再開することを発表した。花束を君に、真夏の通り雨は4月15日に配信開始となった。花束を君にをリスナーにとって、大切な人に送ることを目的としたギフトキャンペーンを開催し、 売り上げの一部は、熊本地震災害義援金に寄付された。9月28日には、シーナリンゴ、小袋茂明、子が参加したおよそ8年ぶりとなる、シックスアルバム、ファントムを発売した。ファントムは、各配信サイトにおいて、日本を含む、世界31カ国、地域でランクンし、CD セールスにおいても、オリコンチャート4週連続1位になった。10月に、 単独アーティスト初となる民放ラジオ101曲による特別番組サントリー天然水プレゼンツ歌が光るのファンーアワーがオンエアになった12月9日のデビュー記念日には2003年の20代はイケイケ以来となるネットイベントサントリー天然水プレゼンツ30代はほどほどを開催しこと文平がゲスト出演したまた小田和正による コラボレーションライブ番組、クリスマスの約束に初出演して、オートマなどを披露したほか、第67回 NHK 紅白歌合戦に、ロンドンからの中継で、初出場した。2017年、ザバック、ホルンとの共同プロデュースとなったシングル曲、あなたが待ってるに、作詞、編曲、ピアノ、バックグラウンドボーカルで参加した。2月9日には、 ソニーミュージックレーベルズ内のレーベルであるエピックレコードジャパンに移籍することをオフィシャルサイトで発表した。7月には移籍後発となる新曲、大空で抱きしめて、とフェレーバーモアを配信開始した。12月にはあなたを配信開始したほか、初の歌詞集、歌が光るの言葉を発売した。2018年になるとアルバムファントム収録曲、 友達に参加した小袋、シゲのメジャーデビューとなるアルバム、分離派の夏のプロデュースを手掛けたことを発表し、ロンリーワンフィーチャリング、歌田ヒカルを先行ストリーミング配信した。また、シーナリンゴのトリビュートアルバム、アダムとイブのリンゴに、歌田ヒカル小袋をシとして参加し、丸の内サディスティックをカバーした。6月27日には、大空で抱きしめて、フェレーバーモア、 あなたのほか、誓い、プレイ、エイラブソング、初恋、グッドナイトのタイアップ曲を録したセブンスアルバム、初恋を発売した。また、かつての FM レギュラー番組が一夜限りに復活して、歌田光の TRSB& ボヘミアンスペシャルとして放送したほか、12年ぶりとなる全国ツアー、光るル歌がラフターインザダークツアー2018を開催。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。